この番組は業界歴の浅い新米ディレクターが東袋を使ってやりたい企画を演出する番組です。さらば青春の光の東袋とデビュー作。2つ目のコースは、はい、激狭縦列駐車です。いやむずいなー、縦列ね。あまたミニ置いてんの、はい、ミニ後ろ、あのスタッフの方に OK もらいました、うん。もうそろそろ当ててもいいっすよ。いやいやいや、当てないで、ほんまに当てないで、これは本気で嫌ってこれはこれを、うん、だって駐車って前後に車があるわけですから、はいはいはい、まあ、この枠内とかね、はい、よく都内は大体当ててますけど、あかんでほんまに逃げてんのその後大体な絶対ダメです。順番どうしましょう、うん、やっぱり袋ってさっきの2回も見た上でやから、うんうん、そうね、あそうね、いいよ、しかもアウディですし、そうしかもこれこそ一番アウディが有利やんだって長さないねんから、まあ長さはね、うん、圧倒的に有利ではあるわ、わ、うん、はい、かりました。どうなのツッツン、その、はい、なんか乗っててさ、はい、なんかお前その車によって表情が違うねんけどそんな見えた、ちょっと気になったな、それはどうちゃうかった、なんかどれがなんか一番良かったの、なんなの、あ乗り心地、うん、乗り心地で言うとアウディ、そうなんだ、なんかやっぱり乗り心地、アウディ撮ってる時のなんか感じがね、なんで何よりアウディが一番涼しいですって言ったやっぱ冷房な旧車やとこいつにはまだ分からんな、うん、この旧車の良さがな、ね、朝ダラダラでやっぱり乗らんと、あやっぱそうだねちょっとだいぶ汗かかな、やっぱりやっぱりいやこれでも難しいな、普通やったら入れたくないよね、あそこ。そうです、一応でも車体の長さ的にやっぱ一番、うん、まあ一番得やな、まあそうそう有利ではある。これだからポイントはどこまで攻めれるかやと思うねんな。そうですね、すごい、これは難しい、これ難しいね、ちょっともうパニックになるかもしれへんな。袋さんの挑戦、よーいスタート。ええ、あ、そう行くんや。そうか、一回行かなあかんか。え、そうか、うわ、ちょっと乱暴やったな、今あああ、ここやな。いけるか、ここからどうすんの。来て、そんなにせなあかんねや、こう、こうやったらあかんねん、あかんかった、今これな。あら、あ、ほっとけ、ほっとうるさい、ちょっと待て、めっちゃむずい、これむずない、これいかれへんちゃうかこれ勇気やな、あとはいや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 、ちょっと待ってくれ、はい、一回ボール出した方がいいね、これめっちゃむずいぞ、回れ回れ、一回回るか回るか、回ってこい、そんな角度で入るわけないやん。いやいやいや、これな、どうすんの、いやどうすんのそれ、後ろの感覚は全然わからん、後ろがな見えんと、いやこれはだからそうか、ちょっと待てよこれはもうよっしゃよっしゃ、やりようがないぞ、こっちから行くか、ひれくるこっちから行くか、だからもう早してくれ、フィニッシュにするから、これだからもう今何分すがや、だからもうこれ5分ね、5分でドボンね、5分でドボン、5分でドボンね、袋微調でなんとかしようとしてる、あー見え、だってもう怖いもん、だってうわ、後ろは後ろ大丈夫か、あれ、いやこれ、あもう全然入らんわこれは、でもまだ1分くらいけど、一番うまい、限界限界や、よし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 、厳しいよこれは、もうちょっと下げた方がいいですか、まあもうちょい下げた方がいいかもですね、何やってから言ってんねんそれ、はみ出しすぎや、 お前多分中金取られるよ、こんなの取られるお前めちゃくちゃ迷惑やから、うん、どうなんやろうな、いやでもな、もうハマるそのあれがないのよ、長さが確かに、うん、長さが足りないです、うん、ちょっと下げますかか、ここやと思うねんな多分、あまあまあここがな、ここがもうちょっとあれなのかもなとは思いますね、じゃあそれ外しましょう、なんやねんそれ、あのいやいやもう終わってんねん、俺もうこれはもう一回やらせてくれるんですか、これは、いや、え、まあ、袋さんはサイズがちょっとアドバンテージだった、うん、まあまあそうですよ ね、 ちゃちゃちゃすよね、めちゃくちゃやな、渡辺さんの挑戦、よーいスタート。さあどうする、
もうゆっくりやで、ラメちゃん慎重に行った方がええで。ああ、いいよ、ここまでは袋より早いよ。いやいや、その盾で行って大丈夫か。いや、大丈夫か、全く同じこと言ってたから、お前の時、俺ら。ああ、でもな、危ないね。そこ気ぃつけてください、前距離。ああ、あかん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 。あ、でもいけんじゃない。あら、あれ、いけるいけるいける。あれ、まあ、あとは横どこまで攻めれるかやな。後ろ、え、どうどうどう、競技やけど、なべちゃんこっちの顔色伺ってるもんな。いや、まあ入っては来てるよ、入っては来てる。さあ、どう、当たってはない、すごい高さ利用して、高さ利用して当たってはない。すごい、これはでもまあもう入ったみたいなもんやけどな。なべちゃんリタイアでもええんやで、これはさ。おお、当たった、おお、当たった、もったいないもったいない当たった当たった、あ、あ、落ちた、当たってる当たってる。もうええって、もうええって、どうしたいね、出られへんって、もうこれ。なべちゃんもうええんちゃうか、もうええって、無理やで、何回当たってる、3回目終了終了、よし、まあ、むずいわこれは。ブクロに勝ったってことでいいですよね、とりあえず。よし、いやいや、はいはいはい、もう前の段階でやめるときなんぼでもあったで、なんでいった、あんな。だから枠内に収めて、うん、やっぱ森田さんにも勝ちたいんで、はい、タイムは4分32秒、はい、プラス3回当たったんで、うん、30秒で5分。まあ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 、でも、まあ、ブクロよりは記録はありやからなってことね、はいはい。森田さんの挑戦、よーいスタート。んで、んで、ギリギリを通ると、はいはい、頭入れないと。教習所はこうやったと思う。さあ、そっからどうぞ、前のロケバスも気ぃつけてよ。いや、でも入りきってないんちゃうか、これは。これは全然もっと切らなあかんやろ。いや、どう言われ、どう言われ、あ、もう一回前くんのか、全然。おいおいおい、まあ、無免許だから教習所通ってへんからな。いや、これはこれでラブホ前で、これはダサいですよ、これさ。部屋、ま、部屋 どこがいい。余裕ないやろ、そんな言ってる。まああ、でもこれで、これでどこまで行く、一回入ってまうってことか。入りき、いや、入ったらいける、入ったら勝ちよ、言うたら入ってまうと、これ怖いな、後ろ、後ろ怖いな、これはもういけるわ。いや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 、歯が出ないっていう、歯を隠す時の真剣なやつ。だから一回右に切って前行った方がいいんじゃない。今何分ですか。今3分20秒。ああ、でもなべちゃんのまで時間あるな。当たってはない、どうした、どうした、何やこれ、どうした、何の時間やない、何ルーシー最悪のやつ、おい、ルームメラーと、おい、いらんぞいらんぞその時間。まあそこは気使ってるな。あー、でもここでいい感じで入るんやん。おう、あ、あー、どう、後ろ、当たってる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 よ、当たってるよ。くそー、大丈夫、くそー。なんで後ろバックし続けんねん、それで。そうやない、いやいやいや、それ大丈夫な、ミニクーパーが、あかんあかん、あかんぞ、これこれやばいぞ、もう行って前のやつや、行って前のやつや、行って前のやつや、これ当たってる当たってる、2回目。クーパーやめて、ミニやめて、ミニは。これだから実際は段ボールじゃなくて壁ですよとか。そうよ、ってことですからね。もうでも、いや、入ってるけどやな。うわ、当たってない、大丈夫、これで切り返して、おー、どうすんね、おー、入ったよ、枠には入った、はい、さあ何秒、うわ、いや、枠は入ってるよ、めっちゃ入ってるやん、いや、枠は入ってるけど、サイズは一番、当たってしまった、ああで、もう一回ね、ああ戻すとか、ああ当たってさ、そのまま突き進むってさ、行って前精神が、壁ということでやってるわけですか、本来は、うん、ほんまもうガリガリいってるよ、そこでさ、止まるわけ、うん、なの、かわいね、おい、その顔でごまかそうとすなよ、お前。いや、おかしいおかしい、完全当たってるんですよ、おかしい。でもまあ枠は一番入ったよ。ああ、ただどうですかこれは、タイムですよ、タイム、はい、5分4秒です。いや、ただ記録は、なべちゃんが5分、僕が、4分
30かな、30秒ね、プラスで5分2秒、はいはい、で森田が5分4秒で、うん、でただ当たったよね、うん、はいはいはい、プラス20秒で24秒、横幅のサイズ的が一番今回大事なんで、これが23センチ攻めたね、はいはい、ということはもう森田さんが、はい、これは森田の勝利、よっしゃー、よっしゃー、あれが許されるならな、ほら、あれが許されるなら、いや、うん、ダンボールの試合で勝っただけだ、ダンボールな、あ、そうやね、だいぶな、だから俺はあれがブロック塀なら当てないよ、当てない、ダンボールだから当てたんです、スポンジのチャンバラ合戦で勝っただけなんです、うん、まあそうよ、本当の切り合いでは、切り合いではあんなやつやらないですよって思いません、そらそら切り合いではあんなやつやらないダンボールやから当てたんです、いやなんで当ててええねんね、ほんまにダンボールやからね、いやそれも手打ち野球で勝っただけで、言っとくけど野球では勝ってる、言っとくけどダンボールって全然傷つかない、ね、いや気持ち嫌やんか、だからダンボール当てたくないやんか、わかりました、はい、じゃあラスト、はい、ちょっと日没も、うん、はいはいはい、もうパーティーやりましょう、はい、はい、ラスト何でしょう、ラスト、はい、LGLG LG LG、はい、コースはこっちからまっすぐ行って右で、今黄色の線があるんですけど、うん、はい、そこを越えたらスタッフが OK っていうんです、うん、そしたら終わり、まあ、ただ一緒一緒でしょ一緒一緒、まあまあな、ここのどちら勝つか最後に、はい、っていうね、あ、じゃあここはじゃあお二人のもう決勝大会にします、ね、しましょうか、ああそうしようか、はい、あ、森田さん強引でしょ、うん、ちょっと今回、はい、ダンボールにぶつけたらのペナルティ増やしてほしいおい、なんでぶつけたらあかんねん、いやいやだってさ、そのぶつけて10秒追加がなんかやっぱそのルールの穴をついてのさっきの1位やから、いや俺はだからそういう競技やと思ってやってる、普段なら絶対にぶつけへんけど、うん、ダンボールやからぶつけちゃうのよ、じゃあもうここはもうなるべく当てない で、あの人の車バンバン叩くのやめてもらいます、ね、あれほんま危なかったやん、もうあれ以上行ったら本当に、いやあれなかったら分からへんからほんま、ほんまそれより危ないことがほんまにほんまにギリやな、1回出たらじゃあプラス20秒にしましょう、20秒あ倍ね、はい、20でええねん、はい、もう全然食らってへんやん、どちらから行きます、ダンケンやな、あ俺から行く、俺はさすがに、ああ、そうだってそれはやっぱ、うん、その有利な方から言ってほしいよな、うん、そうね、うん、じゃあ袋さんから、はい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 、わかりました、それでタイムが短い方が大事です、はい、はい、はい、袋さんの挑戦、よーいスタート、あー、こうやってなるべくもうこっち寄ってんで、そうやね、あ、でもこれはいけそうやな、いける？あ、でも結構ギリ、結構ギリやな、バックミラーに普段頼りすぎる人間、こう、オッケー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 、あーよいしょ、うん、まだいけるやろ、まだいけますよ、大木さん、もう危ないっすよね、今前は危ない、あー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 、当たるぞ、当たるぞ、あ、もうツッツンだいぶ不安そうな顔しますよ、ツッツン、はい、ツッツン不安、やっぱ恥ずいよな、こんだけ見られてたらなLG やからさ、それ多分民家のところ結構ある、はいはい、民家の人たちがみんな出てくるからなで大丈夫かお兄ちゃん、兄ちゃんこっち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 、いやいやいや、ね、無理なんすよ、逆逆逆、そんなあるけど、あ、でも右こっち行けるかも、まだ行けるよ、あ、いやもうこっちが当たってるもんな、後ろ行けるやん、まだまだ一回も当たってない、こっち当たってるよ、当たった、一回当たった、一回当たったんかい、いやでももうああもうもう、ああ、これもう見事取れないよ、これ当たってませんよ、大木さん、これこれ、うん、当たってます、当たってこっちも当たってます、当たってもう挟まれた、ああ袋行くしかないんちゃうか、ああああ、なんかあぎ声出してる、あぎ声出してる、うわー、うわー、何回当たってんのこれ、ね、あ、まだ当たった、もうもうこれは、はいはい、あ、来た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 、あー、嫌な音してる嫌な音してるはい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 、はいはい、はい、いいの抜けるまで、はい、はい、何分、あ、でもそう、大丈夫か大丈夫か今嫌な音したぞ、え、なんかこれがダンボールの凄さ、うん、まあそうですよ、いやいや無理無理無理、うん、あれは、え、左も確認ね、ここも当たってた、
うん、まあ大丈夫か。大丈夫。まあまあまあ。暗さも相まって。じゃあもう一回だけタイムを。はい。アウディのタイム。アウディのタイム。3分25秒プラス7回当たったので70秒。7回当たったから20秒。140秒よ。うん、5分45。はいはいはい。これ暗なってきたの不利やな。よーい、スタート。よっしゃ、左まだいける。いや、後ろがないな。え、左どっちやねんお前。おい、見ろちゃんと。お前なあ、あ、やばいやばい。お前のこと好きやから言ってるんだろ。ダイヤル、ダイヤル。優勝商品は、うん、私とのドライブデートです。なんやそれは。二度とやめてほしい。これの、そのオンエアされた時の影響とか怖いし。怖いな。Yeah, you're right, stop pushing down.